はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっと僕の育成時代というかね、巨人の時のお話もさせていただきながらね、今の、まあ、ジャイアンツの、まあ、育成についてであったりとか、まあ、練習環境であったりとかっていうところについても、ちょっとお話ししていきたいなっていうふうに思ってます。はい。まあ、あまり僕のことを、知らない方っていうのは多いと思うので、簡単にね、自己紹介させてもらいますと、まあ、僕、名前小山翔平と言いまして、2018年から2020年まで、3シーズンをですね、ジャイアンツの、まあ、育成選手として、プレーをしておりました。で、入った経緯もですね、すごくね、珍しくて、まあ、僕大学時代、まあ、いろいろありまして、試合には使用をあまりしてなくてですね、で、まあ、このままではというか、まあ、普通に、まあ、就職活動してね、まあ、大手企業、めちゃくちゃ大きい企業なんですけど、に、まあ、内定はあったんですけども、やっぱりこう、なんて言うんだろうね、これ本当にここに入っていいのかな、みたいな。うん。ここで本当に一生働いていくのかな、俺って、みたいなことを考えたときに、あ、やっぱり一回きりの人生からやりたいことやりたいな、っていうふうに思って、まあ、その内定を辞退して、まあ、ものすごくえげつないぐらい怒られたんですけど、その企業にはね。うん。なんですけど、まあね、そっから、どうしようかな、来年もう一回就活しようかな、どうしようかな、っていうふうに考えてるときに、まあ、ジャイアンツのね、テスト、うん、今でもやってると思うんですけども、入団テストっていうのがありまして、それがね、ツイッターの X かなんかでこう、バーって、リツイートかなんかで回ってきて、ああ、じゃあこれちょっと一回受けてみようか、みたいな感じで、まあ僕その時ね、1年間就活してたんで、ずっとリクルートスーツ着てね、説明会であったりとか、インターンであったりとか、まあ、面接であったりとかっていうところで、ほとんど練習してなかったんですね。まあ1年弱ぐらい。で、そのテストがね、あと1ヶ月半後とか2ヶ月後ぐらいにあったんですね。その見た時に。で、それで、ああ、じゃあ体動かさなあかんと思って、そっからね、体動かし始めたんですよ。で、やっぱり1年ぐらい訛ってるというかやってないわけですから、なかなかね、こう体も動かなかったんですけども、まあ、いろんな人の助けでね、まあ大学の関係者もそうですし、まあ、高校にもね、練習、僕の母校が、京都の東山高校ってとこなんですけど、そこでね、練習させてもらったりとかして、まあ、1ヶ月ぐらいね、ちゃんと練習して、で、ちょっとずつね、戻ってきたっていう形で、で、テスト受けようかなと思ったんですよ。で、なんですけど、プロ志望届を出せないと、この入団テストには受けれないよっていうふうに、まあ、ジャイアンツのね、人に言われて、そのメールを出したところ。そしたら、やっぱり僕って就職活動してたし、そんなんね、いきなりね、大学の監督にね、僕プロ仕事届け出したいんで、ハンコ押してください、みたいに言ったら、なんか、お前なんや、みたいな、お前就活してたんちゃうんか、みたいなことを言われそうな気がしてね、それをちょっと僕できなくてね、どうしようかなと思ったんですね。そしたら、ジャイアンツの方がですね、プロ仕事届を出さずに受験できるやり方が一個だけあって、大学の野球部をやめてもらえれば、無所属という形で受けれるんで、うん、もし本当に、プロ志望届出せなさそうだったら、まあ、やめてもらうしかないですね、みたいなこと言われて、あ、じゃあやめますって言って。で、大学の野球部やめたんですね。で、その時もちょっと僕嘘ついてしまって、まあ、来年就活もう一回やりたいんで、今から準備させてくださいっていう、ちょっとね、変な嘘ついてしまって、で、やめたわけですよ。で、まあ本当にこのテスト受けるっていうのを、本当に仲のいい友達にしか言ってなくて、で、実際ね、まあ受からへんやろって思ってたんですよ。で、なんですけど、実際受けてみたら、まあ100人ぐらい人がいたんですけど、まあ3人か4人ぐらい受かったんですけど、その中に僕選ばれちゃったんですね。で、それで、まあ、ここで受かっても、まだドラフトで指名、はね、確定じゃないからっていうふうに言われてて、で、まあ受かったけど、まあ指名はされへんやろうと思ってたんですけど、そのドラフトの日にね、僕の名前を呼ばれまして、それで、おお、受かってるやんけ、みたいな形で、ちょっとね、異質というかね、うん、普通だったらみんな大学4年間とか、高校野球3年間しっかり頑張ってね、社会人もそうですけども、頑張って、プロに入ると思うんですけど、僕の場合は結構特殊で、プロ志望届も出してないし、練習もね、あんまりこう、せずにね、プロ野球に入ったという経緯でございますと。で、入った時はですね、非常にしんどかったんですね。やっぱりこう、練習してきてないですから、大学時代ね。
やはりプロの練習ってまあ毎日あって、まあ月曜日休みですけども、非常にまあハードなね、練習がたくさんありました。まあ僕も育成選手なんで、まあやっぱり鍛錬してね、上手くなっていかないと、まあ一軍の舞台上がれないよというところなんで、まあ怪我するかしないかっていうところをギリギリをね、攻めつつ、まあ毎日ね、追い込んでましたと。で、実際、まあちょっとこれは、自意識過剰かもしれないですけども、まあ僕全然4年間ね、しっかり、あまり練習してなかったんですが、大学時代ね。まあプロに入って、すごくこう壁を感じるかなというかね、そのレベルの壁を感じるかなというふうに思ってたんですけども、実際入ってね、まあいろんな人のプレー見ましたけども、まあ上手いけど、まあこうせなくはないかなっていう形でね、正直思ってたんですね。なんですけど、やはりね、その4年間ね、まあ、みんな積み上げてきてますと。で、僕は逆に積み上げてきてないというところで、非常にそのレベルの差というよりかは、僕は非常に僕の中では体力の差っていうところがありまして、練習する体力であったりとか、まあ、食べる体力であったりとか、まあ、いろんな体力ありますけども、まあ、体力という部分で非常に劣ってるなと。いうふうに感じました。まあそういったこともありまして、僕いろいろ怪我をしたんですね。まあ肘であったりとか、なんか胸郭出口って言って血行障害があったりとか、ね肉離れをしたりとか、まあいろいろねそういったところで、まあ体力がないがゆえにね、まあハードワークというか、まあいろいろたくさん練習してる中でね、故障してしまうっていうのがたくさんあったんですね。僕がいた3年間でね。で、やはり、まあ、原監督とかもね、おっしゃいますけども、まあ、怪我すんのは、職場放棄だよ、というふうな強いね、口調で、一回言われたことあると思うんですけど、まあ、やはり、そういった意味で言うと、僕はすごく職場放棄というかね、まあ、3年間で本当にプレイした時間で言ったら、まあ、1年半あったかな、ぐらいの形だったんで、先ほど言ったように、なんか実力ではあんまりそんなに、負けてないんじゃないか。まあ、負けてますけど、あ、これだったら勝てるんじゃないかって正直思ってましたけども、ずっと最後までね。うん。だけども、僕の中での一番ウィークポイントというか弱い部分は体力というところ、練習する体力、まあ、耐久性というところだったんで、そこでね、いろいろまあ怪我をして、まあプレーができなかったらね、それは職場放棄でありますし、まあ野球選手としてね、一番ダメなことなんで、まあそういった形で、まあ3年間で、まあクビになってしまったっていうところが、まああるんじゃないかな。まあ実力不足もそうですけども、まあそれも含めてね、すべて僕の実力不足だったんじゃないかなと思います。で、まあ僕育成の時に、まあ支配下となんか扱いじゃないけど、まあ違うなと思ったこと、まああんまりないんですけど、ジャイアンツの場合。まあ他の球団はね、わからないですけども、まあ、扱いとして言うとですね、僕、すごくいつも憧れてたのが、ユニフォーム。一見したら、みんな同じユニフォーム着てるじゃないかって思われるじゃないですか。なんですけど、まあ、今はどうかわかんないです。僕が行った時は、まあ、アンダーアーマーが、ジャイアンツのメインスポンサーで、まあ、ユニフォームであったりとかね、例えばキャリーケースとかっていうのも全部アンダーアーマーだったんですね。で、ユニフォームはアンダーアーマーで、その、支配下の選手と育成の選手で生地が違うんですね。うん。育成選手の生地はなんかこう、ちょっとなんて言うんだろう。伸びない生地みたいな。あんまりこう伸縮性がないような生地で、で、支配下の選手はめっちゃ柔らかい、薄くて柔らかくて、耐久性があるような、まあほんまにいい生地使ってんなみたいな感じだったんですよ。で、着ても着こなしをしても、なんかこう、ちょっと違うんですね。なんかかっこよく見えるんですよ。やっぱり試合下のユニフォームはね。でも育成の選手のそのユニフォームを着ると、やっぱりこうなんか、ちょっとやぼったいというか、なんかちょっとこう、なんか、あんまり、着こなし的にもあんまり綺麗じゃないなっていう感じだったんですよ。だから、試合下の、育成の選手は、まあ、試合下に上がりたい、一軍に上がりたいっていうのもあるんだけど、なんかそのユニフォームを着たいっていうのも実際あったんじゃないかなというふうに思うし、今実際、ジャイアンツのメインスポンサーは、どこでしたっけ？ナイキか。ナイキですけども、ナイキの場合でもどうなのかな？育成の選手と試合下の選手の、まあ、ズボンであったりとか、上のユニフォームのね、生地を変えてるのかはそれはわからないですけど、まあ僕がいた時は、多少ね、生地が違ったんで、育成の選手みんなね、支配下のズボンであったりとか、ユニフォームに、まあ憧れてたんじゃないかなというふうに思います。で、それ以外でめちゃくちゃ差を感じたっていう、その扱いというところで言ったらね、あんまりなくて、
どっちかっていうと、まあ、コーチとかが、コーチでやってるとか、監督とかが、結構、まあ、なんていうの、煽ってくるみたいな感じですね。うん。だから、選手間の間で、お前、育成やからとか、なんかそういう、なんかお前、もっと練習しろよとか、なんかそういう、なんか、感じは全くなくて、やっぱり、みんなね、リスペクトを持ってやってるというか、育成の選手であっても、なんかその、支配下の選手から育成の選手を見たときに、全然そういうなんか、お前ちゃんとやれよとか、そんないじりとか、いじめみたいなのも全くなかったし、どっちかっていうと僕、ね、野球終わって今 YouTube の活動とかしてますけども、それでも今でもね、連絡をくれたりとか、連絡してもすぐ帰ってきたりとかあるんで、そういったところですごく、まあ、僕はジャイアンツという球団にしかいなかったですけど、非常にそういう、なんて言うんだろう、それこそ紳士じゃないですけど、大人な対応というかね、すごく、人としてもね、尊敬できる人がたくさんいたんで、ジャイアンツという球団に入れてすごく良かったなって今でも思ってますと。で、今の育成選手のね、現状というか見てると、まあ、僕ね、まあ1軍をね、メインに見てますから、まあ2軍の試合とか3軍の試合をずっと見てるわけではないんですけど、まあ情報をね、仕入れる中で、僕がいた時よりも育成のレベルがすごく上がってるなと思います。で、ピッチャーにしても、まあ、ここ最近で言ったら、まあ、京本選手であったりとかね、まあ、伊藤投手とかもともと試合下の選手でしたけども、やはり、すごくレベル高いなっていうふうに思いますし、打者に関しても、まあ、中田選手とかも試合下になりましたよね。まあ、立岡さんもともと試合下ですけども、そういったところでも、まあ、今、育成にいる選手でも、まあ、三塚選手とか、二軍でね、今、笹原選手かなとかもよく頑張ってるし、まあ、全体的に見ても、どの部分見ても、やはり今の育成選手の方がレベル高いなっていうふうに思います。で、前も僕言ったことあるかもしれないですけども、まあ、やはりスカウト、巨人のスカウトの見る目が変わったんちゃうかなと思ってて、今まではその平均的な選手というかね、まあ、なんてバランスの取れたような選手を取りに行ってる感じがあったんですけど、最近見るとね、まあ、三塚選手であったら、まあ、バッティングとか、だから、京本選手で言ったら、まあ、伸びしろを期待してとか、そういったところだと思うし、まあ、いろんなね、こう、球が速いピッチャーとか、コントロールがすごくいいピッチャーとか、肩がめちゃくちゃ強いキャッチャーとかね、そういう感じで、その選手って、どういう特徴があるって言われた時に、はっきりわかるような選手を、すごく示してるなっていう印象があるんで、僕はね、そういう一芸に秀でた選手とかっていうのは、すごくいいと思いますし、結果的になんか総合力がとかいうような選手って、平均で終わってしまうことって結構あったりするんで、うん、高いレベルで、全て揃ってるってなかなかプロ野球の一軍の選手でもいないんで、だから一軍に秀でてる選手っていうのを獲得している今のジャイアンツのスカウト陣っていうのは素晴らしいなと思うし、まあ水野さんをね、含めて、水野さんがスカウト部長になったぐらいからすごくいいドラフトができてるなというふうに思うので、非常にね、今のジャイアンツの選手っていうのは、レベルが高いんじゃないか。僕がいた時よりも、はるかにレベルが高いんじゃないかなと思います。で、僕は入ったことがないんですけど、僕がいた時に、なんて言うんだ、食堂とかね、ダッグアウトっていうのかな、だったところが、今ジャイアンツの寮になってるみたいで、まあ、すごくデータ解析であったりとか、まあ、ウェイトルームでもそうですけども、すごくね、広くて、使いやすくてっていう風なところは聞いてるんで、そういった環境面っていうところでも、非常にね、すごくこう、いいところでやれてると思いますし、今、2軍の球場をね、作ってるんかな。僕が一人暮らししてた時かな、近く、あの辺でね、一人暮らししてたんですけども、その近くに、まあ、ジャイアンツタウンっていうところが、できるというところもありますから、今のジャイアンツ球場が3軍が使って、今作ってるジャイアンツタウンの方を、まあ、2軍が使ってっていう形になるというふうに聞いてるんで、まあ、そういった意味でも、まあ、非常に、育成というところもそうですし、まあ、ファームというところに関してもそうですけども、非常にいい環境で、やれると思うので、ここからの、ね、ジャイアンツの、
黄金期じゃないですけども、まあ、岡本選手がメジャー行ったりとか、まあ、もしかしたら戸郷投手もね、数年後にメジャー行ったりとか、まあ、いろいろあったりすると思うんですけども、またね、新たなスターであったりとか、まあ、最近浅野選手とか出てきてますけども、が、育成できるようにね、まあ、そういった環境というのが整いつつあるので、ぜひね、これからのジャイアンツも頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はね、ちょっと僕のパーソナル的なところをね、お話しつつ、今のジャイアンツの育成とか、まあ、練習環境とかについてもお話ししてきました。まあ、まとめるとですね、まあ、非常に僕がいた時よりもレベル高いですし、練習環境においてもすごくいいものがあると思いますんで、どんどんね、突き上げていってほしいと思いますし、その突き上げがなければね、なかなかこう、チームっていうのも、チーム力が上がっていかないし、衰退していくと思いますんで、これからもね、ジャイアンツ、応援していきたいと思いますし、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。